ナミさんこんにちは。暗号通貨の件ですけども良かったですね。やっぱり ADA をダイダロスからバイナンスに移行して、バイナンスの中で BTC に変えて、 BTC をビットフライヤーに送るのが一番スマートだったかもしれませんね。で、ここでね、2つぐらい注意点を申し上げたいと思います。ビットフライヤーはその三崎裕太さんっていう方がね、あの青汁王子さんが実はアカウントをねロックされたんですよ。しかも何にもしてないのに。で、その中にある資金がもう取り出せなくなっちゃったってことを動画の方でアップロードしてくださいました。ですので、やっぱりね、ビットフライヤーもそうですし、まあ、コインチェックももしかしたらそうかもしれません。財布もそうなんですけども、やっぱ一定のですね、警戒感を抱いた方がいいかなと私は思ってます。三崎裕太さんが言ってました。金融庁が管轄してるような、そんなね、取引所でこんなことが起きていいのかってことですよね。私もね、本当そう思います。何のための金融庁管轄なんだと思いますよね。やっぱりその分だけ暗号通貨に対する信用を失わせて、やっぱり日本円ってものを固く打ち立てたいのかなと勘ぐっちゃいますよね。そして注意点の2つ目なんですけども、ここが非常に重要です。それは税金のことです。バイナンスで ADA をビットコインに換金した瞬間に課税対象になってるんですよ、ね、だからここをね見過ごしてしまうと大変なことになりますので、ぜひねこの時点での決済額、利益額を計算して今年の確定申告のために計上しておくことをお勧めします。これね、毎年決算があるんですよね。暗号通貨はもちろん暗号通貨を持ってるだけで放置してる分には資産に当たりませんので、そのままで OK なんですけども、年間で、暗号通貨を日本円に交換しちゃった、もしくは暗号通貨を別の暗号通貨に変えちゃったっていうのは全て課税対象になるんですよ、だからここね本当に大事にしないと、なんかねすごいですよ。母子家庭で年収120万の方が3000万円のね課税所得を負わされたみたいなね、こんなことがありました。もう一生かかっても払いきれないって言ってましたね、これがね起きるんですよ。やっぱり、暗号通貨っていうのは ADA とか BTC とかなんとなく数千円買いましたっていう方が爆上がりしちゃって大きな利益を得てですね、それを日本円に換金しなければ大丈夫だろうと思って、その暗号通貨の別のね、イーサリアムを買って、イーサリアムの投資案件に入れてみたとかね、それとかね、他の暗号通貨に変えて、そこでまた商品買ってみたってことを繰り返すと、これ全て課税対象になるんですよね。全てが。だから、暗号通貨っていうのは例えば BTC。BTC を何かに変えた瞬間、商品とか別の暗号通貨、もしくは日本円ですよね。法定通貨に変えた瞬間に、全てこれは決済なんですよね。だからこの辺がね、多くの方にもちょっとお知らせしとかないといけないなと思いまして、繰り返し放送させていただこうと思います。で、私の場合はですね、そういう意味を込めまして暗号通貨はもう一切ね交換してないんですよ。それこそね墓場まで持ってこうかって覚悟ですね、まあ、ですんでね、暗号通貨でいくら含み益があっても私はね嬉しいんだけども、なんかねその全然日本円にできないというか換金できないんで、しょぼんぼんという形でございます。そして唯一ね、この暗号通貨を何とかしようと思ったら、今のところはですね、海外の課税対象にしてもらうことかなと思いますんで、いろんな銀行をね用意してるわけなんですよね。ということで本日は以上でございます。プラスアルファでちょっとナミさんから文章が来ていますね。最後、うちのね家族を増やさないかどうかってことですけども、これはねナミさんの お身内の方のね身近な方の体験も添えてくださってますけども、その辺もきっちり考えております。私の場合はね、冷凍保存しているものがありますので、そちらの解凍で、スムーズにいくんですよね。で、やっぱりねこういう時期ですから、今は医師の方に負担をかけないようにすることと、あとね不妊治療が健康保険の適用内に、今年もしくは来年になるという見通しがありますので、まあ、大和くんとね3歳差5歳差ぐらいで、ナンバー2がいてもいいのかなと思うんですよね。もしくはもうちょっと離れてもいいかもしれないですね。まあ、うちの場合は、そうですね、まあ、大和くんが下の子を面倒見れるっていうのが、まあ、いいポジションかなと思いますんで、平均寿命も伸びてるところもあったりとか、うちはね、やっぱりこう、家族で一緒にいる時間が長いんで、まあ、ですんで、例えば私がね、年を重ねて、子供を持っても、多分、20代のお父さんお母さんが、家族という、時間を過ごす時間よりはだいぶ多いんじゃないかなと思うんですよ。ほぼ24時間私一緒にいますんでね、まあ、ですんで、まあいろいろとね考えるところはあるんですけども、
まあ、奈美さん心配してくださってますね。親がいなくなると子供は一人になる、うん、まあ確かにそうなんですけども、私は基本的に一人で生きていくことをこの、ね、教えていこうかなと思うんですよ、うん、確かに友人や身内、サポート、仲間っていうのは必要だと思いますけども、それは例えば私がねやってるみたいに、まあ、YouTube で速稼塾みたいなことをやって、そして精神的な家族を作っていったらどうかなってこともね、これから進めていかないと。少子高齢化ですから、多分私のね大和くんがこのまま、進学をして、例えばね、普通の中学に行った時に多分一クラスだと思うんですよ、うん、で50人ぐらいの生徒みたいなね感じだと思います。今近くの中学もそうなんですよ。で私が今ねインターナショナルスクールにもう1歳から行かしてるのは何かっていうと、世代の違う国の違う人と付き合えるようになっとかないと、同じ年代同じ地域みたいな、私たちがね育ってきたみたいな環境とは全く違うんで、もうねプラスマイナス5歳、10歳も同世代っていう風に見れるように見識を高めてもらいたいな、先入観を作ってもらいたいなと思ってるんですよ。まあ、ですんで私もそうですけどね、私も奥さんもだいぶもう20年くらいだいぶ離れてますんで、二昔ぐらい離れてますんで、二回りぐらい。だからそうなると年齢の違った方と同じように、これ付き合っていけるとか、それから普段会ってない方と、私の奈美さんみたいに普段顔を合わせてないのに信頼関係を、うん、どん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 高めていけるような、そんなコミュニケーションの仕方とかっていうね、うん、そういうふうにシフトしていこうかなと思うんですよ。まあいろいろ考えること多いんですけども、これからも奈美さんいろいろとアドバイスいただければと思います。やっぱり奈美さんはね、私よりもずいぶん前にあのお子さん育てられて立派にされてきたわけですから、その辺はね私の方が生徒になると思います。ということで奈美さんね、あのこれからの子育て計画とかね、これからの家族構築術みたいな感じで、まあなんかね動画アップロードしていただければこれ受けるんじゃないかなと思いますね。私もねこれをね考えてみようかなと思うんですよ。あの年の差恋愛、年の差家族みたいなね、私は50歳ぐらい大和くんと年の開きがありますからね、もうはっきりとおじいちゃんみたいな年齢ですよね。でもですよ、若いもんには負けへんでみたいな気持ちをどうやってお父さんが培っていくか、そして子供から見てうちの親っていうのは年齢いってるけど若いよねっていうふうに感じさせるようなね、うん、そういうふうな思わせ方をどうすればできるのかなとか、どういうふうな信頼関係を築いていけばいいのかなとかね、どうやって一緒に運動すればいいのかなとかね、どうやって一緒に勉強すればいいのかなとか、うん、そんなことを今から考えてとってもワクワクしてますね。長くなってすみません。それではまたメッセージください。